年末年始の参拝に備え、鹿島市の有徳稲荷神社では、御神谷作りがピークを迎えています。御神谷は、一年の邪気を払い、福を呼び込むといわれる縁起物です。巫こら三十人が、9月下旬から時間を見つけて仕込み作業をしています。朱色の矢に、来年の江戸の竜を描いた絵馬や鈴などを飾り付けていました。御神谷は5種類あり、 一番小さいサイズは30センチで1000円、最も大きいのは150センチで1万円です。有徳稲荷神社では、今月中旬までにおよそ1万6000本を準備します。鍋島友道宮司は、「今年は東日本大震災の被害や不況など暗いニュースが多かった。来年は明るい年になれば。」と話していました。